はい、どうも、サオでございます。本日はですね、アップデのまとめ動画になっております。それでは、見ていきましょう。って言っても僕は見たんですけど、ほい。なんか不具合来てんな。200万ユーザー突破記念キャンペーンが来てまして、まあ、とりあえずこのイベントに関しては記念メダルをね、集めると。で、ログインボーナスで毎日記念メダルが50枚獲得できる。とりあえず500枚ですね、ここで。ミッションの方にも、記念メダルがね、獲得できるミッションがございまして、5、6、7、1100、1600枚かな獲得できます。そして注目のアリスアナザーでございます。まあ、見た目はアリスのブレイカーと変わらないんですが、まあ、後で詳細を見ていきましょう。でね、記念メダルとかチャームメダル、フレンドメダルでね、交換できるアイテムが増えましたと。まあ、武器は8種類増えてますね。なかなか強かった気がする。で、もう一つ、こちらのね、嫉妬の化身と、聖堂に救う魔物の、期間がね、延長されました。まあ、7月6日までが嫉妬の化身、6月30日までが聖堂に救う魔物ですね。で、まだまだね、総合値伸ばしてクリアできるチャンスが与えられたので非常によろしいかと思います。記憶のかけらの方はね、終わっちゃうので今から書き込んだ方がいいですね、終わってない人は。それではまずミッション見ていきましょうか。こちらがミッションになってます。で、これ何回もね、達成するごとにね、ハードルが上がってってみたいな感じのクエストです。なんでこれ1回クリアしても終わりじゃないです。武器さっきね、1回進化させたら今度武器進化を2回達成っていうのが出てきたので、こういう風にメダルを稼いでいくということですね。で、最大1600個と。次、メダル。まずチャームメダルから見ましょうか。こちらですね、トリックウィスプ、失意の横笛、忘却の杖、謙虚な魔剣、焼却の銃と追加されました。で、ちょっと注目なのはね、謙虚な魔剣ですね。これ吸収持ってますね。小ダメ、大ダメージの小回復か。これなかなかいいんじゃないかな。で、補助色の方も、癒しの光4ってかなり回復するような特大回復なんで、ちょっと取るんだったらこの2つ取りたいなっていうのはありますね。ちょっとこれも見ていきましょう。ワルツか。あー、なかなか強いですね、これ全部。失墜の銃は。失墜じゃねえ。まあ、別の効果か。まあ、ちょっと銃以外は、取りたいな。補助の人は、まずは、ちょっと、失意の方を取りたい。で、物理職の人は、謙虚な魔剣取ってみたらいいと思います。ちょっと、焼却の銃は、微妙かな。まあ、微妙じゃないですけどですね。取るにしては微妙。で、フレンドメダルの方には、ちょっと、絆の探検とかね、この辺が追加されてます。この絆の探検がまたね、救命なんですよね。まあ、進化が1段階なので、まあ、焦って取る必要はないかなと思います。フレンドの方は。次、欲望メダルが解放されてなくて。こっちかな。記念メダル。さっきのやつですね。アリスアナザーが200でゲットできます。で、トリックウィスプもね、100でゲットできます。じゃあ、まずトリックウィスプから見ていきましょう。こちらね、防御力上昇でね、フィーナの、防御版になってるので、非常に使いやすいかと思います。なので、これ必ず取りましょうって言って、まあ、取りますよね、皆さんね。で、アリスの方見ましょう。これすごい。これジョブがね、ジョブのボーナス、このアリスエリアで刀剣 5% アップか、このイベントとかのね、今後来るアリスイベントでね、かなり使いやすい職になってくると思うので、これは絶対に取りたいですね。まあ、アリス特攻の時の重要キャラっていう役割です。共有のね、地は持ってないみたいなので、うん。まあ、強いけど、総合値アップにはならないかなっていう感じですね。で、今後多分これ、いろんなアナザーが出てくるのかなって思います。まあ、ここ2つ取って、まだ300ですからね。1300残ってますからね、全部回収で。で、焼却の銃も取れて、1、2、4、5。5、5、6、6000、あ、6000、600。2つなので700で、ここまでね、武器全部取ったら700回収できます。まあ、この辺はいらないかもしれないですけどね。まあ、バフ付きの武器なんで、
一応が無課金の方は武器を取っておきましょう。ここまで。そしてですよ。そして強化の石板がやっときましたね。これはもう残りのポイントは強化の石板全部取っちゃいます、僕は。はい、ちょっとね、こっちもあるんですけど、強化の石板とりあえず取って、ナイトメア平均的に上げれば総合値めちゃくちゃ上がるんじゃないかなって思います。まあこのトリックウィスプもね、強化しないといけないし、で全部取れるのかちょっと計算しないけど、多分取れないんですよね。そこそこ回収できるわ。ということで、まあ、できる限りこのね、すべて強化の石板、ここまで通れる。そしたら今度、竜の行き地からね、下に下がる感じで取っていけば、今後、この一番低いね、レアリティの素材は手に入る機会があると思うので、まあ、この竜の行き地から取っていけば、あまりポイントを無駄にせずに済むと思います。全部取れるのかな？全部取れるんだったら全部取ってくださいね。別にそれでいいんで。というわけで、まあ、メダルのね、交換順序は、まあ、一応ですけど、ナイト目は先に取りたいかな。で、武器取ってアリスでいいかなって思います。SSSS アリスって感じで。あとはもうバーって取っていく感じかな。ということで、もうアップデーこんだけですかね。で、今度ね、まあ、26日に新ガチャのね、スノーホワイトがね、リークされてるので、まあ、ちょっとガチャをね、引くのはまだこらえた方がいいかなって思います。まあ、ちょっと最後にじゃあ不具合もね、見ていきましょうか。これなんだ ?200 万ユーザー、記念メダルを交換中交換できる記載しておりました。はぁ、あ、はぁはぁはぁ。なるほど。記念メダルで交換可能って言ってた、失意の欲べ、忘却の杖、謙虚な魔剣はチャームメダルで交換できるよっていうのと、まあ、キャラクター画像が正常に反映されないってだけですね。まあお詫びとかなさそうなんで、ここは軽く触れておきましょう。ということでね、まあ、明日は聖堂に救う魔物ね、もうクリアしてるので、その動画出したいと思ってます。またご視聴お願いします。ご視聴ありがとうございました。